あわわわわわ。こんばんは。そして今日個人ファンクラブが開設されましたよ。入りましたか？個人ファンクラブ入りましたか？皆さん入ったよね。入ったよ。やだ、我先に。なんかもう12時からだったやん。もう12時にわーってやったよね。ほんまに何枠を入った？入ってくれてありがとう。みんなどう？なんか早期なんとかもあったみたいやし。入りました？ファンクラブめっちゃ嬉しい。もう今日さ、ブログ更新するときもね、せかせかしとったよね。うん、せかしとったね。もうどうしたらいい、もうどうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいいみたいな感じだったもん。入らせてて、もう一番取りたかったのに取れんかったでもね、二桁よね。二桁よ。ほらわごめんみんな、一枠一枠縮めたえ、でもあれ12時0分にやった？申し込み完了したんで12時1分か2分。え、もうその時点でもうってすごいね。私84番よ。言ったでもさ、あれ言ったところでさ、別にあ、悪いことないよね。うん、うん、悪用してることないもんね。そうよ。こんばんは。え、12時前から申し込めた？え？え？関係者が一つ取った。早いよ。101番の人は社長を恨むかも。これな。うわ。いいよ、じゃあ101番の人は会員証交換してあげて。プレミア交換してあげてもいいよ。今日誕生日です。おめでとうございます。こんばんは。今日はフクフェスでした。フクフェス、猫の日だったんか今日。10秒くらい。私さ、猫の日とかで誰が決めるん？にゃんにゃんにゃん。国の人？国の人は222でにゃんにゃんにゃんの日だから猫の日なんだよ。じゃあにゃんにゃんの日もあっていいじゃん。いいと思う。ニャンニャンの日はこちはるさんの卒コンだったのを思い出す、いつも。ああ、そうなんや。その日を狙ったんかな。狙った狙った。すごい。その日じゃないと嫌だって言って会場をすごい探したのを覚えてる。え、すごい。六本木から帰宅しました。ありがとうございました。お母がそう言うならそうだってね。え、そう、スタンドマイクあった。私今日ね、スタンドマイク使ったんですよ。なんと私シェカレシカでスタンドマイクを使ったんですよ。猫耳、心臓に悪い。心臓に悪い衣装でしたか？マイクの位置マジ焦った。今日なんかね、スタンドマイクがさ、持ってきたらさ、もう、あの、下上、下上行くんよ。やばかった。あら、どういうこと？いや、もっと高くしちゃったんだけど。いや、スタンドマイクが今日、そう、ネジがね、こう、ネジが緩んどったけ、どんどんこう下がっちゃって、え？どうしたらいいと思って。ここも縮んだ。縮まんよ。ちゃんと直した。あの、焦ってマイクに合わせてどんどん縮んでいかんかったよ。伸び縮み、いやちゃんと調節してた時は焦った顔しなかったって。いやだって、いや待って、プロじゃけ、エンターテイナーじゃけ。でもめっちゃ心合わせとったよ。ステージの上でだって歌割りが来るまで直さんといけんと思ってさ、直したもん。ネジが緩んでた。明日11時から帰るよねって。明日？当日け？うん。11時から帰る？ちょ、見るね。当日けもあるけ、明日は。
クフェス来てくださった方もぜひ11時から変えますよ。あ、11時から変えます。私変えた、とうとう私の写真集がを見る方がいるのか。持ってる女は違う、魔法じゃろ。どんな服着るん。え、やっぱりあれですよ、ドキドキしてきた。え、私もドキドキしてきたよー。ね、いっぱい来てくれるといいな。明日は忘れず行きます。絶対来てください。着替えるとか。そうなんですよ、あのね、あの衣装をたくさん用意してくださって、じゃけん着替えます。当日券って少なめかな。え、わかんない。でも来てくれたら、もし、え、どうなん、どれぐらいなんだろうね。あるある、あるある、あるよ。当日券手書き、どんな感じなの。当日券って券渡されるの。当日券くださいって言ったら、はいって言って、じゃあ5枚券ですとか10枚券ですとか。すごいね、重たいけ、結構。でも写真集を用意してる数があるからさ、うん、あ、そっか、数がなくなっちゃったらなくなっちゃうよね。確かに。明日どこ。タワレコ、はい、タワレコ渋谷、渋谷のタワレコです。全種、あのポストカードも、あのポストカード、生写真、生写真、生写真も3種類あるので、ぜひよろしくお願いします。ポスター付きとかあるよね、なんか。そうそう、ポスター付きもある。有野さんが行くのか、そこは今日、いや私もね、ドキドキよ。写真集、え、写真集持って、ん、何何、クマさんのぬいぐるみもおるか、ドキドキ。ちょっと待ってちょっと待って、いやあれは広島におる。先に言っとくね、何にも期待させんとく。その代わりにプーさんがいます。早川さん、ね、本当に失礼、本当に失礼やわ。ここプーさんなんやろ。どこプーさん、ちょっと鏡を見よう。プーさんかな。ねえ、いや全身鏡を見た方がいい。いやあのね、赤と黄色なく黄色がいいよ。なんで。プーさんやん。あ、そういうこと。どうしよう、何色にしようかな。早川プーさん。プーさんとか言われてるんですよ。え、誰ですかって。プーさんですかって。違います。違う、違うよね。そんなことないよ。でも最近は痩せてしまって。最近はね、最近痩せてしまって、プーミがなくなった。心臓がたたってね、ここがやんちゃだから。違う、痩せてしまって、北川景子さんよりに。嘘、30%ぐらいになった。北川景子さん 30% 前、うん、90%、うん、プーで10が北川景子さん言うとったや。うん、プーミが結構押しとったよね最近は。北川景子さんよりに、すごいがっかりされるからやめてほしい。どこがやねんって言われるじゃん、うんうんマスクしてられる。どこだっつって吐き捨てて帰られるって嫌だ。かわいそう。アンチ、アンチじゃん。かわいそう。ほんま。
気になりますか？明日会えますよ。ぜひお渡し会に来てくださいね。こんばんは。個人ファンクラブも始まって、副室もあって、明日は写真集のお渡し会で。え、じゃあさ、個人ファンクラブで動画撮ったって初めての、うん、明日ね、明日撮ろうかなと思ってる。明日な、そうするわ。こんばんは、そう、盛りだくさんすぎますよ。早川さん、え、いやいや、私がお渡し、私を差し置いて早川さんからお渡しさせるわけないじゃないですか。こんばんは、楽しみにしておいてください。え、その場で見る？みんな、え、どうする？え、どうする？ドキドキしてきた私が、謎に。見たい。何回もでも見たくなるよね。なんか私何回も見てる。え、何回も見たくなるよね。え、なんか、え、どういうことで？え、見え、見えてる。この写真使ってたかな。あ、この写真忘れとるってこと？そう、忘れとる。見ちゃ、見えちゃいけもんの見えてないかなって。いや、それはない。だって言ったじゃん、これって違うよね言ってんの。言っとったやつあったやん。あったね、問題写真が。それだったっけ？問題じゃないよ全然。そう、これってさ、見ようによっては宛名考え中。なんか見せれるオフショットとか見せれる。見ようによってはそう見えるよねみたいな。うん、ちょっとやつあったよね。うん、あったよね。あれじゃない、あそこだった。あそこ、え、忘れたってことは大丈夫だ。こんばんは、明日はお渡し会です。これじゃね？あ、それじゃ、あのレースのね、レースのやつ。ちょ、見せてみたい。見ようによってはそう見えんみたいな。そうなんよ、あんまりみんな気をつけて。でも絶対見えないから大丈夫。うん、何回もあれで見たっけね。ついてないから、もともとそうよ。え、私ってこんな感じなんじゃ。髪の毛がやっぱり短い。短みんながお気に入りの写真はどれかな。なんかめっちゃちょっとさ、11月かね、去年の終わりぐらいにあかりんさんに会いに行ったんですよ。須田のね、須田あかりんさんに会ったんですよ。で、写真集が発売があるんですけど、って言ったらね、ハイレグ見てないのに決まっとるん。そう、ダースの方、ダースあかりんさんが、あのファンの方はちょっと照れて水着とかの写真より集合とかの写真が好きとかな、あ、内心では水着の写真が好きなのに、服着た完全防備の写真が好きとか言うけ、どうせって言っとったよ。どうせ、うん、どうせってそうよ。いやー、でもいろんな写真がまだね、見えてないよね。焦ったやー、今これ見て、あ、そういえば私これまだまだの、まだのやつがあるやんと思ったよね。ファースト写真集おめでとう。ありがとう。ランジェリーはあるの？ランジェリーどころの詐欺じゃないよね。うん、ランジェリーあるよね。でも何がランジェリー？これランジェリー？それまあランジェリー。その写真はもう公開されとるよ。あ、ほんまじゃね。
みんなはさ、ランジェリーと水着の違いが分かるの？結局ほんまにこれ使われたやん。こんばんは。あーほんまにドキドキ、ほんまにドキドキ。中身見るのか、みんながとうとう。嬉しい。なんかちゃんとツイッターに感想書いてね、見たい。どうやって言ってもらおうかな。ハッシュタグカイコカはつけてね。ハッシュタグ心の空、ハッシュタグカイココア、ハッシュタグカイ心の空。私はハッシュタグ作るよね今。待って、ハッシュタグ心の空、ハッシュタグいい名前をつけてもらったものだ、ハッシュタグ。それかぶらんのがいいじゃないですか。ハッシュタグコカの空。いやもうタイトル変わっとるやん。あれにしよう。ん？ハッシュタグパイココア。私が怒られて。そうね。だってね、写真集撮影が撮り終わった後に、早川さんが、これあれじゃないって言ってから、タイトル、はじめまして、パイココアじゃないって。で、パイココアどうすかねって言って、ちょっと偉い人に言ったら、うん、バカって怒られた。はい、ダメだしだったそうです。ダメに決まってるだろうって怒られた。よかった。ダメだって言ってくれる方がいてよかったです。それでええやんって言ったらいいな。うちは、ね、なんかうちはイソパイカノンちゃんもいるからもう貝が多い、貝が誰でもできちゃう。早川パイコ、そう早川パイコ。みんなパイがつく。意があったらいいんだ。こんばんよかったです。そうならなくて、まあでも明日ね、全貌が明らかになりますから。写真集がこんな感じかって言って、でもね最後のページとかも結構好きなんやけどね、最後らへんのページ。やっぱり動物がねポイント。イルカもおったし、猫もおったし、鳥もおったし、ほんまに明日東京寒いよだそうです。明日東京寒いです。でも雪じゃなくなったからよかったね。雪マークが、雪予報だったもんね、ちょっと前まで。あ、そうなん、うん、だからうわーと思ったけど、よかったよかったよかっただそうです。皆さん気をつけてきてください。よろしくお願いしますね。はあ、え、明日チェキとかも撮れるん？ツーショットがツーショットか、3冊チェキじゃないのか、ツーショットか、ツーショットとかも撮れる。ドレスコードはないけね。ちゃんとコート持ってきたから寒さ大丈夫。なんか暖かくなったり寒くなったりねしてからね、先週ぐらいとかあれ10冊でチェキ、明日5冊、3冊の部よろしくお願いします。10冊券はチェキ。あ、私まだ見てないよ未公開。あ、見た見たよ。でもパソコンでしか見てないケース。うちのパソコンでしか、データで見てもらって、私もデータでしか見てない。あの10冊の
10冊券のそう付録みたいな未公開ショット10冊はチェキ取った後にミニフォトブック、そうミニフォトブック。こんばんは、衣装チェンジもありますから楽しみにしていってください。海国初の写真集発売が決定、水着やランジェリー。でもなんか写真集が発売ってなってからいろんなところで写真集の話題を出してもらったり、ありがとうございます。楽しみにしてくださってる方もありがとうございます。とうとう明日お渡しできるのも楽しみになっております。発売3日前に限られた方だけが見れるチャンスですから、3日前に見れるっていうのもね。写真集とツイッターをツイッター X をさ、ああ、合わせてみたら楽しいよね。確かにこの撮影の時のやつだ、動画だったんやとか思うね。でもの、やっぱり載せきれてない動画とかさ、写真とか、あ、うわ、個人ファンクラブでね、ファンクラブで載せる、さっきセレクトしてた、どれにほんま？なんか個人ファンクラブでなんかフォトとかムービーとかブログ以外に載せれることが多いんですよ。チェケ、チェケね、ファンクラブでは開放的にファンクラブできましたよ。早速よろしくお願いします。だからこのタイミングで良かったです、ファンクラブ。なんか写真集の発売前までに間に合わせたいって言って、うん、スティーユーさんが頑張ってくれた、うん、あ、そうなんよ、ありがたい、ありがとうございます。ファンクラブ介入してくださった、入会か、入会してくださった皆さんありがとうございます。うん、間違えました、介入って言ったら意味が違う。こんばんは、こんばんは。ファンミーティング、どんな動画載せる？え、なんかさ、もうは個人ファンクラブは声、あ、声大丈夫？声大丈夫、普通に声ありで、声ありで載せてる。いや、それはまだ大丈夫なやつ選んどる。でもさ、なんかツイッターじゃない、X に載せれないさ、今日の感想どうでしたか、撮影の。あれはいい、あれはいい、乗せていい、後ろ STU がダメって言うかもしれない。いや大丈夫、事務所が OK なら大丈夫です。まあ秘蔵映像も楽しみにしておいてください。ちょっと眠たくなってきちゃった。ダメよ、あれ練習しなきゃいけないんだから、明日の囲み取材。うん、チェキお風呂で寝る、ちょっと怖い怖いお風呂でやねんとこ今練習してん。 STU48 のカイコカーです。今日は私のためにお集まりいただいた記者の皆さんそんなんないからそういうのないからありがとうございます、よろしくお願いします。今回の写真集はいつ頃どちらで何日かけて撮影されましたか？はい、9月と11月、9月と11月のシーズンもう9月と11月に撮影しました。場所は高知県に行きました。11月は東京の横田地域あのね、横田基地じゃなくて、え、横田基地じゃない、
ふっさ、ふっさ、ふっさ周辺。え？どこだけ地理で？ふっさ。ふっさ。ふっさに行きました。11月はふっさと角川武蔵野ミュージアムに行きました。もうちょっと端的に言えんの？難しいね。9月と11月、どちらで何日かけて撮影されたのですか？まさか高知県で4日間。嘘つきやん。何で？いや。そうそうそう。だいたい4日。だいたい。撮影日まで盛り出した。4日撮影した気分で3日間撮影しました。おもろ。高知県で3日間撮影しました。高知県で9月頃撮影しました。11月に撮影もう一度しました。付け足し、角川武蔵野ミュージアムやフッサに行きました。次、撮影時の思い出に残るエピソードがあれば教えてください。え、何を言おうかな。思い出に残るエピソードは、いっぱいありすぎるよね。うん、いっぱいありすぎてどれを選ぶか迷うんですけど、快晴、天候に恵まれて、綺麗な青空で。天候にも恵まれて綺麗な青空の下撮れた、やっぱり高知県の印象が大きい、大きいです。オーバーオールのこと言うかな。じゃあ思い出ね、表紙にもなった、この表紙にもした、選んだオーバーオールを着た時何があったかな。何があった？スクールバスが来たこととか。あ、出た。スクールバスが来たと思って、露出が激しい裸オーバーオールを手で隠して、子供に影響があるけね。隠していたら、スクールバスがどんどん近づくについて、こうすれ違った時にスクールバスの中を見たら、老人が乗っていた。デイサービスの車でした。見た目はスクールバス、中身はデイサービスの。そして、いっぱい挨拶した。あ、でもね、良かった思い出といえば、素敵な思い出ってなる思い出といえば、まあ、これはまあ、なんか、書けないじゃないですか。書ける？書ける？記事に書ける。記事に書けるような話じゃないよね、今はね。スクールバスのやつ？そうじゃろ？素敵なのといえば、思い出はスクールバスに老人が乗っていてびっくりしたことです。おかしいやろ。思い出といえば、一番最初に、ガチガチの中、ガチガチの中撮影した洞窟での話、黄色い衣装を着たお話で、観光客の夫婦2人がこう夫婦2人にたくさん挨拶をしたら、あなたは誰ですかって聞かれて、 ST48 のカイコカーです、写真集の撮影をしていますって言って宣伝できたこと。帰りに聞いてくれたよね。最初すれ違った時にこんにちはって言ってね、こんにちはこんにちはって最初はびっくりされたんですけど、
あの帰り際にもう一回すれ違った時に誰ですかって言ってくれて、明日生きるか分からんけど生きるように頑張ります。絶対に来てください。ちょっともう今から特訓やな。一旦お風呂入るわ、うん、であれよ、お風呂の中で見る記事に、もし記事にしてもらえたら、うん、どんな回答をしてるか楽しみにしてください。そうですね、この後特訓、泣きの特訓だから、はい、よろしくお願いします。お楽しみに。今から特訓してきます。ではちょっとランキングも読みたいと思います。もうお風呂も入るので急に。13位もっくん、12位タイムファイヤー、11位つか、10位のっしー、9位サージカル、8位コニョ、7位スバル、6位ふとし、5位ライトニング、4位10、3位ポッポやしまちゃん、2位ゆうき、そして1位はコーラー。ありがとうございます。皆さん今日は来てくださってありがとうございました。広島も行きますよ私。お、広島でも会える。広島にもオッケー牧場の声の主の方もいますから。スタイリストさん、オッケー牧場。でもスタイリストさん本当に可愛い衣装用意してくれてるからさ、うん、明日、うん、楽しみに期待してください。期待して OK です。では、明日はタワーレコード渋谷店さんでお待ちしております。当日来ても、帰る？帰るけん。帰るけん。ぜひ来てください。おやすみなさい。